8世紀の末に即位した桓武天皇は、それまでの平城京に変えて山城の長岡に新しい都を作り、さらに794年には平安京に遷都しました。山城は遷都に伴って山城と変えられました。平安京は中央北部に宮城を持ち、京域は南端の羅城門から北に伸びる朱雀大路によって左京右京に分かれました。天皇は旧来の兵士を一部地域を除き廃止して、新たに根底を置き、軍事の指定からなる国家守備兵を編成しました。また国司への監督を強化して影武士を設置するなど、政治の改革に努めました。9世紀の初めに即位した嵯峨天皇は、新たに蔵人所を設置し、その長官である蔵人の塔に藤原の冬継らを任命し、宮廷を中心とする新しい体制を作り上げました。藤原の冬継は北家繁栄の基礎を築きます。また天皇は京内の治安、警備、裁判を担当する検非違使を設置し、律令制度の再建に尽くしました。後任天皇の時代になると、蝦夷が大規模な反乱を起こし、一時は鎮守府のある多賀城を陥れました。この鎮圧のため、桓武天皇の時代に数度にわたって大軍が派遣されましたが、やがて征夷大将軍坂の上の田村麻呂はその鎮圧に成功しました。坂の上の田村麻呂は802年にはさらに北進して、北上川流域に伊沢城を築いて鎮守府をここに移しました。翌803年にはさらにその北方に志和城を築くなど、東北地方の計略を大いに進めました。嵯峨天皇の時代には811年に征夷将軍糞屋の渡麻呂の大軍が派遣され、ほぼ蝦夷は鎮圧されました。9世紀の初期に嵯峨天皇の命により、我が国最初の勅撰の漢詩集である凌雲集が編まれた後、相次いで文化修例集や警告集などの勅撰漢詩集が編纂されました。文化修例集は藤原の冬継らが編集し、警告集は順和天皇の命により827年に成立したものです。また空海の少量集も編纂されました。少量集は空海の表した詩、悲鳴、書簡を弟子の新税が編集し、835年頃に成立したものです。仏教界においては、唐から帰調した空海や最澄が新しい仏教を日本にもたらしました。近江出身の最澄は天台宗を伝え、比叡山に延暦寺を創建します。四国の讃岐出身の空海は日東留学して密教を学び、真言宗を伝え、高野山に金剛峯寺を創建し、さらに嵯峨天皇から京王護国寺を授かりました。また空海は平安京内に庶民教育施設である手芸主鎮院も開設しました。一方天台宗は最澄の弟子の円鎮らによって本格的に密教を取り入れるようになり、密教が仏教界の主流を占めるようになりました。藤原の冬継の子、藤原の義房は842年の上和の変で、謀反の疑いにより友の小網や三筆の一人立花の早成らを排斥し、妹淳氏の産んだ道康親王を皇太子に立て、娘明氏をその妃としました。858年に明氏の子清和天皇がわずか9歳で即位すると、外祖父として事実上の摂政となり、866年の応天門の変で友の義雄、木野豊樹らを排斥して、人心として初めて正式に摂政に就任しました。藤原の義房の養子藤原の元常は、
宇多天皇の下で初めて正式に関白となりましたが、その詔勅をめぐり立花の早成の孫広見が処罰される赤穂の紛議が起こり、藤原氏の勢力は一層強化されました。元常の死後、宇多天皇は摂政関白を置かず、菅原道真を九郎殿等に登用し、後に官票の地と呼ばれる神聖を行いました。次の醍醐天皇も摂政関白を置かず、藤原時平を左大臣に、菅原道真を右大臣としましたが、菅原道真は藤原時平の陰謀により901年に太宰府に左遷されました。次の朱雀天皇の時代には地方で武士の反乱が発生しました。これを上平天行の乱と言います。続く村上天皇は醍醐天皇と同様に主に神聖を行ったため、この二人の治世は天皇神聖の理想期として、後に演技天略の地と呼ばれました。左大臣源高明を左遷に追い込んだ969年の安奈の変は、藤原氏の多子排斥最後の事件であり、以後摂政関白がほぼ上置される体制となり、藤原氏の覇権が確立しました。8世紀の終わりに即位した桓武天皇は、影輸使と呼ばれる職を置いて国司の交代の制を厳しくしました。しかし朝陽の粗悪や迷信は次第に増え、国家の財政にも影響を及ぼすようになりました。政府は823年太宰府管内に区営殿と呼ばれる直営方式の他を設けるなどして財政の確保に努めました。財政の維持が困難なことを知った政府は、10世紀に入るとそれまでの方式を転換し、有力な農民に電池の耕作を受け負わせ、苗田と呼ばれる土地を基礎として貫物や造益を農民から納めさせました。この耕作・租税納入を受け負った農民のことを多土と言います。一方、国司に対しては一定額の税の納入を受け負わせる代わりに国内の統治を委任するようになりました。このような国司を受領と言います。受領の中には、終わりの国軍事百姓らの下踏みにより罷免された藤原元長のように貪欲で私腹を肥やす者もいました。また町人といって、私財を持って朝廷の儀式や寺社の造営を助け、国司に再任される者も現れました。このような事態を反映して、地方では国司の政長である国衙の役割が強まり、律令制の下で地方行政の実務に携わってきた豪族としての軍事の力は失われていきました。11世紀には有力な農民が盛んに開発を進め、領主として一定の地域を支配するまでになりました。彼らは国司の代官である木代の下で在庁官人と呼ばれて現地の行政にあたり、またその所領を中央の権力者に荘園として寄進し、国司の圧力を逃れようとしました。11世紀になると、開発領主は資料の拡大と保護を求め、土着した貴族や有力な在庁官人に従属することなどにより、地方の武士団として成長していきました。この中には国司の支配に反抗する者も現れてきました。陸奥国で勢力を持っていた豪族安倍氏は国司と争い、源頼義は陸奥守として任地に赴き、この源義家と共に東国の武士を動員して安倍氏と戦いましたが苦戦します。そこへ出羽国の豪族清原氏が大軍を率いて助勢したので、1062年に安倍氏を滅ぼすことができました。この戦いは一般に前九年の役と呼ばれています。またこの戦いの経過を記した軍記物として陸奥脇が知られています。
藤原頼通の娘漢氏は御冷泉天皇との間に王子が誕生しなかったため、藤原氏を外戚としない御三条天皇が即位することになりました。天皇は即位の翌年、いわゆる延久の荘園整理令を出すとともに記録荘園検計所を設置し、荘園領主から関係書類を提出させて国司の報告とともに厳しく審査しました。こうして書類不備の荘園などを停止するとともに没収しました。摂関家の荘園も例外ではなかったため、摂関家の財政基盤に大きな影響を与えることにもなりました。御三条天皇は即位5年にして藤原氏を外戚とする白川天皇に上位しましたが、いわゆる院政を敷いて藤原氏を牽制しようと考えていたと言われます。ところが翌年に没したため、その構想は実現できませんでした。白川天皇は父の御三条天皇に倣って新政を行いましたが、1086年幼少の堀川天皇に上位して直ちに院政を開始します。それ以後、鳥羽上皇、後白川上皇を経て後鳥羽上皇に至る約130年間、私的な組織が政治の中心的機関として機能し、院の長下し文や院宣という文書によって国政が執行されました。院政期には寺院が勢力を伸ばし、僧兵が朝廷に豪訴することが多くなりました。特に南東北嶺の僧兵は横暴を極めました。そのため白川上皇の時、院を警護する武力として北面の武士が設けられ、武士が京都の政界に進出する足場となりました。院と結んだ平家は忠盛、清盛不死の時勢力を伸ばし、清盛は平治の乱後、武士で初めて太政大臣について国政を掌握しました。院政期の文化を担ったのは上皇をはじめ貴族階層が中心でしたが、新たな動向が見られました。浄土教の信仰による美術の粋を集めた摂関家の建築、庭園や仏像の荘厳の様は12世紀に入ると各地方に移されて時に変容しました。陸奥の藤原氏が建立した平泉の中尊寺金色堂は、浄土の世界である阿弥陀堂の性格とともに藤原三代の遺骸をミイラとして納める僧堂の意味を持っていました。また極楽浄土に往生を願う者を救い取る場面を描いた雷合図が、画幅だけでなく仏堂の壁や柱にも現実感を込めて盛んに表されるようになりました。しかも日本的風景が仏画にも取り込まれました。一方、貴族の住宅の障子や屏風にも四季の移り変わりを表した大和絵が専門の絵師によって描かれ、これに和歌が書き添えられたりしました。その一類として登場した絵巻物は、貴族のほか武士や僧侶や庶民の生活を背景にした説話物語文学から題材を取り、これを動画の手法で表現しました。説話物語文学に関連して、前9年の駅の経過を記した軍記物は陸奥記ですね。絵巻物は言葉書きと絵が交互に現れるのが原則であり、その文字も脳筆によるので作り手による総合芸術と言えます。ちなみに応天門の変を描いた絵巻物の名称は万代納言絵巻ですね。こうして各階層にわたる独特の文化享受の形態が起こったといえます。例えば貴族の間に流行した歌謡に今用がありますが、平安末期にその歌詞を集めて一緒に成した人物が後白河法皇で、その署名は良人秘書ですね。すでに奈良時代に古くからの神々の信仰と仏教とを融合させようとする神仏習合の動きが現れ、神宮寺の造立、神前度胸などが行われるようになっていました。
その風潮が強まって、日本の神々は元は仏であって、世上を救うために仮に神の姿となって出現したものであるとする本地衰弱説が生まれました。10世紀には貴族たちの間に阿弥陀仏を信仰して極楽浄土に往生することを願う浄土教が流行します。10世紀末、源信は往生要宗を表してこの信仰を体系化しました。これが末法思想と結びついて、貴族のみならず庶民の間にも急速に広まっていきました。次の平安時代の作品について、著者または編者を下の五群から選びましょう。では1つ目、枕草子。これは清少納言ですね。土佐日記。答えは紀貫之。源氏物語。答えは紫式部。周囲往生伝。三好為安。小遊記。藤原実助。和漢老英集。藤原金刀。更級日記。菅原高末の娘。陽炎日記。藤原道綱の母。日本往生極楽記。吉重の安種。今回は以上となります。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。